皆さんこんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌えです。今回は、某、半導体企業の社長からご連絡をいただきました。そしてその内容とは、ということについてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録そして通知設定ベルマークチーンと押してくださいね。はい、これ何かというと、えっ、ー、とですね、日本の某、 半導体メーカーの社長さん。ちょっとあの、お名前は、えー、差し控えさせていただきます。企業名とお名前を差し控えさせていただきますけれども、えー、わざわざご連絡をいただいて、えー、お話をおさせていただきました。あの、向こうの社長様の方からご連絡をいただいて、えー、と私の動画を見てくださったということで、いろいろその、 ご意見をいただきました。で、それが何かというとですね、えー、っと、その方のお話によると、実は、あの、日本は半導体の製造装置も素材もあって、ないのは金だけなんですと。その金がないというのはどうな、どういうことなのかというと、 半導体の世界にはシリコンサイクルというものがあって、そのシリコンのその半導体のその価格がこうグッと下がってしまう。そういう時期がこう大体4年周期ごとにやってくると。そのために、あの、技術革新でグッとおか、その価格が下がる。ので、その度に大型の投資が必要となる。だんだんそのお金が厳しくなってきた。 なので、日本のその半導体製造メーカーっていうのは、えっ、ー、と、韓国や台湾のように国家から巨額のサポートを受けている半導体メーカーに負けてしまって、実は日本は金さえあればいつでも半導体製造で蘇ることができるのに、 この国はそれをやってこなかったし、今でもやってくれようともしない。それを、その社長は、まあ、非常に残念に思っていますと。というふうにおっしゃっていました。で、私がやっぱりそれでちょっと驚いたのは、先日、あの、政府関係者から、えー、圧かかったわけですよね、私。その時に何言われたかっていうと、 もう、もう政府内では、半導体の製造っていうのは、あの、TSMC にお願いします。日本の企業にはそれを、半導体を作る能力もないし、やる気もないし、もう日本の企業ってのはダメダメなので、えー、TSMC にお願いするしか日本は復活できないんだというふうに私は言われたんですよね。ところが、 半導体企業の社長さんはですね、国が支援してくれない。やろうと思ったらいつでもできる。足りないのは金だけなんだ。ということをおっしゃっていて、その日本の政治家も官僚も全く協力してくれない。なのに外資ばっかりに首突っ込んでいる。 そして、日本企業の話を全く聞こうとしないから、こんな状態になっているんです。っていうことを教えてくださいました。で、私はちょっと、あの、ががくとしましたね。政府側が言ってることと、その、企業側が言ってること、もちろんその方は一社の、 一社なので、業界すべてじゃないと思うんですけれども、やる気が、すべての日本の半導体企業の社長はやる気がないしからできないんだという政府側の説明。そして、こちらの企業の社長さん、お金があればできるのに国が応援してくれない。シリコンサイクルの、このマイナスの動きの時に、耐え、乗り越えられるだけの、あの、体力 体力がない。他の国、台湾、韓国はみんなやってるのに日本だけがやってくれないんだ。それで苦し、苦しんでるだ、苦しんでるな、日本企業はっておっしゃってるんですよね。<laughs> じゃあさ、何ここのギャップって私思うわけですよ。え本当に日本企業の話聞いた日本の政府。政治家じゃ誰の話聞いてんの 専門家の話を聞いてしっかりとなんか精査してちゃんとやってるんだ俺はって言ってる政治家は一体だどこの国の半導体の専門家の意見聞いたのどっかから雇われてる人どっかの国に雇われてるなんかフロントと相談してるんじゃないのって思いました。だって、えー、何の 何のその日本の利益にもならないことを今やろうとしてるわけじゃないですか。外資誘致して血税注いで日本の技術差し上げますして、で、日本の国内のエコシステムを破壊して、じゃあ一体何のメリットが日本にあるんですかっていうことに対しては、彼ら答えられないわけでしょだってメリットないから答えられるはずありませんよね。 ということなんですよ。で、その、日本のね、半導体企業、をやる気がないからできないんだ。エンジニアもやる気がないんだって言ってるけど、もう絶対にそれは嘘だから。そんなの自分たちがお金儲けするチャンスがあったら、やりたいに決まってますよね。自分がその、日本はあの、今、半導体のエンジニア、 何千人も解雇されて仕事ないわけです。チャンスがあったらみんな自分がかつて輝いてた半導体の仕事、エンジニアとしての誇りを持って戻りたいと思う。決まってるんですよ。今、半導体の,の専門家、エンジニアとしての能力、使えずに違う仕事をやってるわけでしょ。みんな面白かった半導体の仕事に戻りたい。 エンジニアとしての誇りを取り戻したい。日本人としての誇りを取り戻したいと思っているのに、日本の政治家官僚が売国をやってて、外資優遇、外資に血税注ぎ、日本人が一生懸命汗水流して考えて開発した技術を全部移転し、自分たちは何のメリット、何かメリットがあるのかもしれないんだけれども、国民には何のメリットもないこと、 国内の半導体産業のエコシステムをぶっ壊すようなことをしてるわけなんです。それのどこが愛国なんですかって私はすごく思います。少なくとも国民のためにはなってないですよね。国民には愛注がれてないですよね。ということを私は今日はすごく思いました。ということで、えー、今日はちょっと、まあ、そういうね、えー、いろいろ あの実はそのいろんな日本の、ね、国内の企業の社長さんから、えー、まあご相談を受けてますで別にそれで何か私が得することがあるのかって言ったらないんですけれどあの日本の政府がこういう低らくだからこの産業はダメになったんだっていう文句を言ってる方文句というかねあのやるせない気持ちを表現される方すごく多いんですよね。 じゃあ、この国はね、一体、誰の意見で動いているのかってのは、私はすごく不思議なんです。陳情、請願は国民の権利なんです。憲法で与えられた国民の権利で、陳情、請願をしたらうるさい、仕事が忙しい、と、威力、業務妨害、共謀罪だというふうに言われ、 じゃいや、一生懸命そのフィクサーとかシンクタンクとかで、が絡んでいる自分にうま味がある仕事だけは一生懸命頑張っている。じゃあ、国民の声っていうのはどこに行けば届くんでしょうかということが私は非常に疑問でなりません。利権にならなければ助けない。それが国家のあり方でいいんですか ということを非常に疑問に思いました。ということで、まあ、今日は、あの、まあ、それぐらいですね。えー、皆さんに、あの、日本のね、政治のあり方をよく考えてもらいたいと思います。その、ちょっと意見を言って、自分の思い通りにならないから気に入らないとかではなくって、今、日本の産業が破壊されて、 自動車産業が今傷ついてるわけなんですよ。これ540万人の雇用労働者がいる産業です。そしてエレクトロニクスだって何万、200万人か280とか300万人弱ぐらいいるんですよね。ごめんなさい、ちょっと人数がやふやなんだけれども。その産業を破壊する行為って日本の国家としての 軸になる経済力が既存することなんですよね。それをやって一体政治家は何を目指してるんですかそこにちゃんと国民の質問に答えるだけの答えあるんですかと私は思いました。民主主義なんだったら国民の意見聞かなきゃいけないですよ。 外資のためだけに働くのは良くないですよ。国家を破壊する行為ですからね。ということで、まあ今日は <laughs> こんなもんにしとこうかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね。